スッポンモドキは、爬虫ゅうこうかめもく、すっぽんもどかスッポンモドキ属に分類されるカメ。原生種では本種のみで、スッポンモドキかスッポンモドキ属を構成する。別名豚花バ豚花メ。インドネシア、オーストラリア、パプアニューギニアオーストラリア陸域には、本種以外の線形ア目が自然分布していない。模式標本の産地は、フライで、 英明の由来にもなっている。最大高調56.3センチメートル。最大体重22.5キログラム。廃校、復興ともに甲板がない。廃坑はドーム状に盛り上がり、上から見ると楕円形。廃坑の表面は無数の細かいシワや小さい穴で覆われ、主将ミをインスカルプタや英明ピテッドシェルドの由来になっている。廃坑の色彩は灰色や 暗黄色で、外縁は白や炭鉱色。外縁周辺に沿って、白や炭鉱色の反転が並ぶ個体もいる。復興は大型。廃鉱と復興の継ぎ目は発達する。復興の色彩は白や炭鉱色一式で、外縁や骨甲板の継ぎ目周辺は暗色。頭部は大型。粉炭が長く突出し、尾鉱は大型でやや外側へ開口する。 炭担及び尾光が豚のように見えることが英名や別名の由来になっている。前肢の第一から二肢には爪があり、第三から五肢は長く、オールやヒレ状になる。胞肢の後の間には水かきが発達する。頭部や獅子、尾の色彩は背面が灰色や緑褐色、覆面が白や炭鉱色。目後部に、 白色斑が入る個体が多いが、生体では消失することもある。卵は、休憩で、白く硬い殻で覆われる。妖体の廃校は扁平で、上から見ると円形。廃校の正中線上に、コブ状の盛り上がりがあり、廃校の外縁が、ノコギリ状に尖り全部では顕著。廃校は、成長に伴いドーム状に盛り上がるとともに細長くなり、キールや、 外縁の突起は消失する。オスは尾が太くて長く、相排出口が尾の先端寄りにある。メスはオスに比べ、相対的に肺高が幅広く、高高が高い。スッポンもどきカは、形態、核型や、酵素の電気営動、ミトコンドリア DNA の塩基配列に基づく、分子系統学的解析から、スッポン化に最も近縁と推定され、 単系統群を形成する説が有力。スッポンモドキカ唯一の原生種である本種はオセアニアにのみ分布しているが、スッポンモドキカは白秋中期の約1億年前にアジアに出現した。日本では熊本県の約9000万年前の地層からスッポンモドキカの構成種とされる化石が発見されている。約5500万年前の暁新生において、 北アメリカ大陸、ヨーロッパに分布を広げている。アフリカ大陸においては、ザイールの1100万年前の地層から化石が発見された。しかし、現在の生息域においては、約500万年前にニューギニアで発見されたものが最古である。1000万年ほど前に、現在の生息域に漂着、繁栄したものの他の地域のものは、 数百万年前に絶滅したと推測されている。オーストラリアの個体群を、アシュ、C.I. キャニーとして分ける説もあるが、根拠が不明なためアシュを認めない説が有力。提出が、泥や砂礫で水深が浅く水の澄んだ流れの緩やかな、河川、故障、湿原などに生息し、ニューギニア島の個体群は、寄水域に生息することもある。完全水生種で、 産卵を除いて陸に上がらない。食生は植物食傾向の強い雑食で果実、水生植物、藻類、昆虫、甲殻類、魚類などを食べる。寒気は主に植物質を、雨季は植物質と動物質を食べる。繁殖形態は卵生。寒気の夜間に土手や瓦に穴を掘り、 オーストラリアでは7の11月に1回に4から39個の卵を産む。発生時の温度が一定の温度より高いとメス、低いとオスになる。自然化では、摂氏31.6度の環境下で86から102日。人工孵化では、摂氏30度の環境下で64から74日で卵が孵化した例がある。体はに産卵層が水すると地表に、 現れる。生息地では、卵も含めて、食用とされる。開発による、生息地の破壊、水質汚染、食性の変化、食用やペット用の乱獲、人為的に移入されたアジア水牛による、産卵層の破壊などにより、生息数は激減している。オーストラリアやパプアニューギニアでは、国内の流通及び輸出が禁止され、オーストラリアでは、原住民が、 自家消費する分を除いて、卵の採集が禁止されている。2005年に、ワシントン条約付属書通に掲載された。主に野生個体の卵を採取し、人工孵化させた幼体が流通する。かつては日本にも輸入されていた。以前は安価だったが、規制に伴い価格が高騰している。大型種の上に優塩性が強いため、極めて大型のケージが用意できない限り、 一般家庭での飼育に向かない。アクアリウムで飼育される。協調性が悪く複数飼育するとお互いに噛み合うため単独飼育する。日本国内では2008年に名古屋港水族館が初めて本種の飼育家繁殖に成功した。ありがとうございます。